今日の企画は法律厳守モンスターハンター。イエーイ。モンハンの中で法律違反あったらこのハンマー叩いて止めたらいいのね。そうです。たけさん知ってますか？いや知らん。俺ゲーム終わったのはファイナルファンタジー5が最大だいぶするだいぶ僕の狩りを教えてあげようと思って、うん、自分うまいんこれ。めちゃくちゃうまいっす。始まりました。たけさん、僕の検査武器見てください。はい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 、ストップストップ、アウト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 、ストップ。何ですか？いやいやいや、自分その剣で狩りしに来たんやろ。そうです。双剣かっこよくないですか？いや、それがアウトやね。狩猟免許持ってても鳥獣保護管理法で狩猟ができる区域期間両方など法令で定められた制限を遵守する必要あるね。覚えといて、認められてるのは銃や網や罠だけ。申し訳ないけど、その双剣っていうのはあかんわ。そうなんすか？そしたら次は銃できます。ちなみにやけど、狩猟には狩猟税を納付する必要があるから、モンスター捕まえた後ちゃんと納税するんやで。マジですか？うん、ちゃんと銃持ってきたんで、うん、これでモンスターを狩ります。あれ何？こいつがアケノシルムって言うんですよ。まあ、狩猟しても大丈夫な鳥獣って指定されてるから、ほんまそのアケノなんちゃらもアウトなんやけど。いや、そこはモンハンの世界観なんで勘弁してください。さあ、モンスター倒れた。アイテムこれ使おう。はいはい、ストップストップストップ、アウト。それアウトやで、アウト。ちょっと自分今何置いたん？いや、爆弾ですよ。爆弾はあかんやろ。え、いわゆる危険療法ってやつだね。人間の身体や生命に対する危害を防止するために、爆弾や劇薬や毒薬、これらを使用する狩りっていうのは原則として禁止。爆弾ってすごい大ダメージ与えれるんですよ。いやいや、その証拠に自分今むっちゃ巻き込まれてたやん。ちょっともう一回さっきの見せてよ。吹き飛んでもうてるやん。いやいやいや、ストップって言うからですよ。いやいや、それでもアウトはアウト、法律厳守やからね。よしよし、モンスター弱ってきてる、うん、今回は捕獲します。ここに罠をセットしておびき寄せます、うん、そんなもできるんや。そうなんですよ。よっしゃ、来い来い来い。よっしゃ、引っかかった引っかかった。はいはいはい、アウトアウトアウト。ちょっとやりすぎやで、それ。何ですか？今電気流れてたやろ、それなんなん？しびれ罠ですよ。それ完全にアウトやから。法律で確かに罠は認められてるんやけど、そこで使っていい罠はくくり罠、箱罠、箱落とし、囲い罠、この4つだけやね。そうなんすか？動物電気でしびれさせて捕まえたらあかんに決まってない。ほら、ちょっとこれ見て見て見て、うん、ビクビクしてもうてるやん。かわいそうに。いや、かわいそうも何も、モンスターを狩るゲームなんですもん。いやいや、でも法律厳守モンスターハンターやから、これはもうね、やったらあかん、アウト。